はい、どうも、陽介です。この度もご視聴ありがとうございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。暑いですね。今日は何しようかなっていうところなんですけども、まあ、多分前回の後半でもちらっと言ったのかな、これも、と思うんですけど、植物のね、剪定をちょっとしていこうかなと考えております。まあ、外に出してるね、主に灌木系ですかね。はい。灌木系が、結構枝伸び散らかしてて、いろんなところのね、その背の低い植物とかのこう上にかぶさってきて、あんま火ちゃんと当たってなかったりとかもあると思うんで、まあ、今日はちょっと散髪をしてすっきりしたいなと思います。まあ、剪定をする植物なんですけども、もう枝伸び散らかしてたりとかして、ここに持ってくることがまとめて持ってこれないんで、一個ずつ見ていこうかなと思うんですけれども、まあ、一個とりあえず持ってきますね。はい、あ、電気つけてるんやけど暗いな、消えてるかな。はい、こちら、これがね、コミフォラハベシニカ、ハベシニカの挿し木なんですけども、ちょっとね、これ去年も多分こんな動画投稿してると思うんですよ。こいつね、枝伸びがすごい早くて、ちょっとね、不格好なんですよね。もうちょっと、ま、コンパクトに仕上げたいなと思ってしてるんですけど、ちょっとこれ見てください。めっちゃかっこよなってないですか。ほら。すごい。めっちゃ脱皮してる。めちゃくちゃかっこいいんですよね。かなり気に入ってます、この挿し木は。これね、普通に親株があって、それの挿し木、自分で挿して育てて仕立ててきました。はい。で、まあこれが一つと、でこれの親もやっぱりね、ギュンギュンに伸び散らかしてて、そいつがね、で近くにあった火星人のツルがね、その枝にこうめっちゃ細かく絡みついてて、引き離せないようになってたんで、ちょっと後でそれもカットしたいなと思います。はい。で、あとガジュマルはまだいいかな。ガジュマルも1個やっとこうかな。あとガジュマルとゾウの木と、でボスエリア、この辺をね、ちょっと今日は剪定していきたいなと思っております。じゃあ、まあ、こいつからやっていきましょうか。はい。今日はね、この剪定バサミで、枝切りバサミと剪定バサミがあるんですけど、まあ今日はちょっとこの剪定バサミを使っていきたいなと思います。これは普通に、D2 で買いました。ほな、まあ早速切っていきましょうか。まあ、これ見た感じ、やっぱこの辺、こことやっぱこの前に出っ張ってるこれとこの辺ですよね。あとこれが結構幅利かしてるんで、がっつりいきたいなと思います。せっかく成長してるんやけどな。ここら辺かな。この辺でバチッといこうか。ほっ。で、ここ?あ、いいんじゃない?高さはもうこれ以上背高くしたくないんで、ここで切ろうか。よいしょ。ってなってくると、いよいよなんかいろいろ切りたくなってくるな。こいつらは切るか。ほっ、うん、横から見たらこんな感じ。やっぱこの2本はやっぱ切らなあかんっすね。深く伸びてるからここで切ろうか。よいしょ。でこれもね、これもこの辺でこうパチッと、あ、だいぶまとまったな。うん、いいんじゃない。本当はこれも切っときたいけど、ここはまあいいでしょう。これか、これもどうやろう、この辺で切っとく。ここか、ここで切ろう。これどうかな。 OK、 いいんじゃない。だいぶすっきりした。うん、やっぱこれがちょっと気になるっすね。
あんまならんすかね、これ。どうしても太陽がこう来るように向けてるんで、こっちが A 面なんで、やっぱどうしてもこう前のめりになってくる樹形にはなってるんですよね。まあまあまあいいでしょう。今年の剪定はこんなもんで、ちょっとこの辺肉付いてきたっすね。ボリュームが出てきた。この辺もちょっとね、欲しいですよね。どこ生えてきてくれへんかな。こいつはまあこんな感じでいきたいと思います。じゃあ次、そうね、次あの言ってた親株のコミフォラと火星人がひっついてるやつ持ってきます。はい、持ってきました。ここにね火星人があるんですけど、このツルがね、ここ分かるかな、ここめっちゃ絡んでんすよ。ここさっき全然取れへんくて参ったぜなのでまずこいつ火星人から切りますね。火星人はもうすぐ伸びるから、これも短くてもいいかなと思ってますので、がっつり短くいきます。火星人もね、このね、汁がすごいんですよ。どこまで絡みついてんねやろな。火星人が今こんな感じ、はい、こっちにもあるんけど、こっちは一旦置いときます。こういうのああ枝がよ、どこ入っていってんの、見失った、どこやったっけ、これか、あれやばい今身を離した隙にわからなくなった。ちょっとツル残ってるけど、もういいっすね、めんどくせえはい、こいつマジで意味分からへんぐらい伸びてます。盛大に行こうと思うんですが、とりあえずまあこれとこれは絶対切らなあかんなと思ってて、よいしょ、はい、切った。でこれっすね、この裏にもこれ長いのがね一個あって、こいつも切ったろかいな。よいしょ、よいしょ、うん、ちょっとマシになったけど、こいつもやばそうやな。こいつもここで切るか。よいしょい。どう？こまし？こましではある、うん。こいつもちょっと出っ張ってるな。こいつ？こいつやな。こいつも出っ張ってるから、こいつも切るか。よいしょ。オッケーオッケー。どうやろう、あとはまあでもこんなもんか。もうちょいこれちゃうな、どれや、これっぽいな、この辺。まあでもこれはこっから見たら、カメラ越しに見たらあれやけど、実際見たらそうでもないんで、まあこれはこんなもんかなとも思いつつ、ちょっとこいつだけ、お、うん、いいんじゃない、横からのシルエットこっちが B 面なんで、こっちは割と壁際に置いてるんで、枝はそんなに伸びないですね。まあこんなもんか。よし、 OK、 これで完成ということで、今年はね行きたいと思います。疲れた次はガジュマルとゾウの木先行こうかな。ちょっと持ってきますね。はい、先にゾウの木。ゾウの木ね、なんか微妙にここ伸びてきてしてるけど、葉っぱも徒長してるんで、これも一回前はほっとこう。ここなんですよね、これここね、新芽出てきてるんですけど、ちょっとなんか一個ビューンってなって不格好なんで、切ったろうかなと思ってるんですけど、ここら辺からバチンといったろうかなと思ってて、このままここビューンって伸びられてもね、ちょっと不格好すぎるかなと思うんで、ここで、ここかな、この枝がある一個上の節の上から切ろうかなと思います。もったいないけどね。はい、ごめんね。ゾウの木って挿し木できるんかな、置いとこう。あとはこれね、結構ゾウの木こいつ成長早いっぽくて、多分去年この辺切ったんですよね。これここも切ってるし、あ、マイク当たった。
本切ってるんですよ、ね、でもその間からこれブワーッと出てきて、ここめっちゃ生えてて、この樹形はまあ綺麗ではないけど、前のめってるんで綺麗ではないけど、まあまあええかなって思ってます。もうちょっと上向いてほしいんやけどな、どうしても太陽の方向いちゃうんですね。今年は逆向けたのかな、逆向けたらこっち向くかな、一回挑戦してみるか。こっちからこう太陽当たったら、こいつがこう欲しがってこう自然とグーってならんか一回向き変えて置いてみます。よし、じゃあ次ガジュマルね、ちょっと鉢植え替えたりとかもしたいんで、一回あのまま置いときます。なのでゾウの木はもういいか、ボスエリア持ってきます。よいしょ、これやばいっすね、これめっちゃでかいというか長い。こいつ去年もこんなになったんですよね。ちょっと長くなりすぎでしょ。これまた去年と同じところで切ろうかな。それかもうちょい、去年がねここで切ってるんですよね、ここで。でもその脇からこうバーってこんだけ伸びてるんで、ここ伸びたのはちょっと残して、この辺で4センチぐらい残して切ろうかなと思います。これがね結構邪魔してたんですよね。でここか、ここもちょっとこの辺で切ろうかなと思います。こっちからいこうか、こう、はい、切りました。おお、なんか柑橘の匂いしますよね、象の木によって。これ象の木切りたてじゃなかったからもう匂いせえへんかったです。よし、次これパチンといったったぜ。ボスエリアはね、なんか差し木できるみたいなんで、一回やってみようかなと思います。歯の密集度はこれすごいいい感じなんで、いい感じになってきたって感じか、いい感じではなかったよな、もともと。まあ一旦これで置いとこうかなと。もうちょっと切る？もうちょっと切ってもいいよな。なんか何やったらもういっそここバーンって切ったってもいいような気もしてきたけど、まあ僕の育て方っていうのは仕立てずできるだけ自然のままでって感じなんで、剪定してるくせに。まあいいや、一旦これでいきます。例年がこう、あ、むっちゃ何柑橘系みたいな匂いします。あ、ええ匂い、あいい感じちゃう。オッケー、もう一個のボスエリア持ってきます。ほい、これ、あ、でもこれでもこれでええよな。ちょっと切る、ちょっとだけ切る、ここ間延びしてる、ここだけピッと、でここピッと、ここピッと切ろうかな。あとこれか、なんかいい感じっすね、こいつは。これメルカリでベアルートで買ったボスエリアですね。めっちゃかっこいい、やばな、やばこいつめっちゃかっこいいやん、いい感じなんで、このね、この、まあ、伸びしてるけど徒長っていうのかな、これ徒長してることになるのかな。こいつをちょっとね切ります。はい、とカメラ下に下げます。これはでも切らん方が、いや切ろうか、ここで切ろうか。はい、でこれもここか、せっかく頑張って伸ばした枝なんで、ちょっと残し気味で切るっていうことをしてあげた方がいいのかな。渋いな、やっぱりボスエリアは。よいしょ、どう、いかつ、めっちゃええ感じやん、かっこええ。これで完成っていう感じでいこうかな。はい、やば、渋、後で写真撮ろう。よいしょ、もう一個ねちょっとカメラ変えますね。よいしょ、はい、もう一個ね最後、これこの象の木はちょっと気になったんで、こいつもちょっとだけカットします。ここがねちょっと前に出すぎてる気がするんですよね、ここと、まあ、これだけか、そうやね、これだけちょっとカットしておきます。こいつね、どこで切ろうか、ここかな、ここ、匂い、わからんなわかりません。はい、カットしました。こいつはもうこれでいいかな、渋なった。
OK。以上。そんな感じでね、剪定終わりました。なかなかベランダがジャングル化してて、結構スッキリしたんじゃないかなと思います。今回はね、この剪定した枝、コミフォラのハベシニカはね、差し切り今まだ8個ぐらいあるんですよ。なので、それは、ちょっとどうするかあれなんですけど、ゾウの木とこのボスエリアに関してはちょっと差し木チャレンジしてみようかなと思いますんで、またもし発芽した場合はね、お知らせさせていただきます。ちゅう感じで、端的ではありますが、今日はこの辺で終わりたいなと思います。X、Instagram やっておりますので、そちらもフォローぜひよろしくお願いします。で、ぜひね、チャンネル登録、お願いします。今619人かな、今日さっき見た感じで。19人いらっしゃるので、なんとかね700人とかいけたらいいよねまあそこをゆっくりマイペースに目指してやっていこうかなと思うんで、ぜひねチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いいたします。次はどんな、次ね植え替えしたいなと思ってます。ガジュマル植え替えて、でまあちょっと気になってる、植物一旦植え替えようかなみたいなやつとかももろもろ植え替えれたら植え替えていきたいなと思います。もしかしたらもう一個別の動画あげるかもしれないですけど、どっちかっすねそんな感じで次回も楽しみいただけたらなと思います。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。これがハベシニカの枝です。ちょっと太そうなやつこれかな、これとかあげたら里かな、これとかこれ枝分かれしてるし、いい形になって将来なりそうなんで、この2つだけ試しに刺してみます。あとはちょっと処分します。で、ゾウの木。ゾウの木はね、どうやろうな、分からんけど、やってみます。で、残りがボスエリア。ボスエリアはね、なんか刺し木でもできるって言ってたんで、聞いた話によると。なので、やってみます。